エペジー3なでしこめは、創始用植物の目の一つで、なでしこ科をタイプ化とするものである。エペジー3では33科を含む大きなグループで大きく3つのクレードに分けることができる。初期に分岐した4科を除くと、クロンキスト体系のなでしこめと一致する。これは、脂肪の形態的特徴から中心締めとも呼ばれたグループで、シンエングラー体系の赤ザメに相当する。 また、ナデシコカを除きベタレイン形式層を含むのが特徴である。サボテンカ、スベリヒユカ、ハモミズナカなど多肉植物も多い。マッカーシリアハイパーテリスの二属には未だトガが割り当てられていない。ツクワネカズラカを除く多くの種が食中植物である。ナデシコメ系統樹、ディディエルアカはスベリヒユカ、サルコビトーシーは赤坂。 ステグニスパーマトッチバーバヤーチーなどは、山ごぼう科に含められていた。から分離された一族である。ホホバカは、東大草目に分類されることもある。クロンキスト体系では、ナデシコアコウのタイプ名である。エペジーにおけるタデカ、イソマツカはそれぞれ、一と型の目とされ、ナデシコ目と合わせ三目で、ナデシコアコウを認めている。 モーセンゴケカとウツボカズラカは、ドロソフィルムカと共にウツボカズラ目とした。サラセニアカと残りのトガはスミレメイと分類し、この二つの目はビワモドキアコウに含まれる、としている。エペジーでのアストロッパシーとフィジノシーは、それぞれ、ツバキカとフーチョウソウカに分類されている。シン・エングラー体系では、クロンキストとほぼ同じタクソンを認識しているが、セントリス・ペルミの名称を使っている。 日本語ではラテン名を意訳して中心締とするか赤ザメの名前を使う。ありがとうございます。